皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は、中学校3年生の社会、第2章、個人の尊重と日本国憲法、2節人権と共生社会の内容です。本日は6時間目、公共の福祉と国民の義務の学習となります。教科書とノート、 資料集などを用意しましょう。教科書。五十八ページの。資料一を見てみましょう。誰の。どのような人権同士が。対立しているのでしょうか。動画を止めて考えてみましょう。それぞれが対立していることがわかりましたね。 このように人権同士が対立した場合、どうやって解決すればよいでしょうか動画を止めて考えてみましょう。話し合って、どちらかが折れて解決する。被害の少ない方が我慢する。などが考えられるかと思います。例えば、いいは、 感染者の教育を受ける権利と。クラスメートなどの教育を受ける権利がぶつかっていますね。この場合は。どちらかの人権を優先させると。解決するのでしょうか。教科書。五十八ページの資料二を読みましょう。読んでみると。日本国憲法では。 保障されている自由や権利は乱用してはならないと記されてありますねそれは人権同士の対立を解消するためにやむを得ず制限するということですこの時間は人権はどのような時に制限されるのかについて考えていきましょう普段の生活を思い起こしても表現の自由が 認められているからといって友達を誹謗中傷するような言動は許されませんよねこれは他人の人権を侵害してはならないという人権の限界があるということですまた集団で生活していく必要から制限があるということですこのような人権の制限は日本国憲法に規定されています 憲法ののの中で人権限限界や制この公共の福祉は互いの利益のために限界などがあることから社会全体の利益を意味しています。では教科書58ページの資料1の A から F は資料3のどれに当てはまるか。 動画を止めて考えてみましょう。このように A は周辺住民の平穏に暮らす権利が守られます。B は患者の健康が守られます。C は書き込まれた人の名誉が守られます。D は周辺住民の安全が守られます。E は クラスメートなどの健康が守られます。F は、国民の公的サービスを受ける権利が守られます。教科書の59ページ、公民にチャレンジをやってみましょう。右の例について、公立と公正、そして公共の福祉の観点から考えましょう。丸 ① この事例で非効率なことは何でしょうそれは、渋滞によって生じる通過時間ですね。② 強制的に立ち退きを求めることはできるでしょうかこれは、県道を利用する多くの人にとって利益があるため、求めることができます。三、どのような保証が必要になるでしょうか 土地や建物の摂取に対する金銭的な保障や移転のための費用希望の移転先の斡旋などが考えられますね丸四、人権を制限する場合にはどのようなことに配慮したらよいでしょうか適切な保障や当事者の感情への配慮納得するまで 話し合うなどが挙げられますねただし、人権の種類によって制限は変化します経済活動の自由は、教科書53ページで学習したように行き過ぎると生活環境が乱れたり貧富の差が拡大したりすることがあるため、制限がありますしかし、精神の自由については 限定的期にしか認められませんこれまで権利について学んできましたが国民はどのような義務を負っているのか学んでいきましょう教科書五十九ページの六行目から読みましょう日本国憲法には子どもの教育を受ける権利を確保するための 普通教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務があります。ここで教科書216ページからの日本国憲法を読み、それぞれの義務が第何条に記されているか調べましょう。普通教育を受けさせる義務は第26条。 丸二。勤労の義務は第二十七条丸一。納税の義務は第三十条でしたね。調べてみると、どんなことに気づきましたか。ノートを見てみても、憲法に規定が少ないことに気づきましたか。これは。 憲法が国民の権利を保障するためのものだからです。人権はどのような時に制限されるのか、まとめてみましょう。これで本日の授業は終わりです。